この動画は発達障害と呼ばれる子どもたちに輝く未来を届ける療育支援施設夢の森子ども園を作った前島由美のお話。1964年の大晦日、大阪で生まれる父、母、祖母、私、妹、弟の6人家族。小さい頃は友達とよくゴム跳びをして遊んだ。母はよそのお母さんと違っていて、口は曲がっているし、鼻はぺちゃんこ。子供の頃から何回も手術をした話、いじめられたこと、ほとんど学校に行けなかった話、悲しむ私を見て、生きてるだけで儲けもんや、と笑った。クラスでは注目されるのが怖くて、頭が真っ白になった。目立たないのに、いじめを見つけると放っておけない。一目散に走って助けに行った。小学3年の時、父の工場が倒産。お金がないので、おかずを交換したり、物は捨てずに何度も使った。母は近所で困っている親子にご飯を作ってあげていた。相手がヤクザのおじさんでもお説教を始める。すごい人がいると友達の間で噂になった。家はいつも賑やかで、私は近所の子たちのお世話をした。高校受験は緊張しすぎて失敗。滑り止めの女子校に通った。クラス推薦で学級委員長を任されると意外とできる自分がいた。それからは積極的になり、ボランティア活動に参加、福祉施設のお手伝いもした。将来は人のお世話をする仕事がしたいなと思った。18歳で企業に就職したが、やりがいが見出せず1年で退社。保育園で働きながら保育士資格を取得。どの子も可愛くて天使。ここにいると自然に踊ったり歌ったりできる。つい熱が入りすぎて無理をして喉を潰してしまった。23歳で結婚。2人の子だからに恵まれる。子育てをしながら保育士を続けた。オーガニック給食の保育園ではアトピーや喘息の子が良くなっていく。食と健康に興味を持ち、食育指導士の資格を取得。一人一人を大切にする丁寧な保育がしたい。しかし保育園は民営化が進み、大規模化へ。大人同士のコミュニケーションを取るのさえ難しくなった。そんな中、母が白血病で亡くなった。人情に厚く、どんな時も前向きだった母。よその子に分け隔てなく愛情を注いでいた母。私はどんな保育がしたかったんだろう。今の保育園で何ができるんだろう。昔ながらの小さな家庭的な保育園を作りたい。私は17年勤めた保育園を退職した。自宅の離れで小さなボランティアルームを開始。療育アドバイザーとして発達障害施設でサポートもした。療育現場は想像以上に荒れていた。情緒不安定、暴言や突発的な問題行動、急増する発達障害児。研修では原因は遺伝というが、本当に遺伝だけなんだろうか。向精神薬についても疑問が湧く。数えきれないほどの副作用のある薬が乳幼児にも処方されていて、愕然とした。子供の体への負担は計り知れない。なぜこんなに服薬する子が溢れてしまったんだろう。療育施設では異なるタイプの子が混在し、危険やトラブルが多かった。精神の子供たちは暴言や乱暴な行為で怒られることが多く、自尊心が傷つき、どうにもならず苦しんでいた。また、親御さんも悩んでいた。薬を飲むとおとなしくなるが、子供らしい好奇心や意欲が奪われる。家でも揉め事が絶えない。出口の見えない負のループ。子供も大人も苦しむ姿は、いたたまれなかった。私は、発達障害の子供たちを分けてサポートすることを提案。移転先が無事決まった。しかし、ご近所から猛反対に遭い断念。結局、行き場を失い、私のボランティアルームで預かることになった。何とかしてあげたい。一番苦しいのは子供たち。本来の生き生きとした姿、素晴らしい感性、才能を開花させるには、どうしたらいいのだろう。そんな時、あるセミナーで、精神の問題は脳内アレルギーであり、脳イコール腸で起きていると学び、ピンときた。アレルギーなら食で改善できる。そう直感した。そしてある一冊の本に出会う。そこには発達障害児の男の子の見事な改善事例があった。脳の神経伝達にミネラルが不足。
それは農薬や添加物も関係していた。衝撃が走った。すぐに本の著者、国光美香さんにつながり、子供たちの現状を伝えた。すると思いが通じ、食でミネラルを補給するモニターをしましょうと協力してくれた。結果は見事だった。ミネラルを摂取し、腸内環境が整うと数日で様子が変わっていった。以前とは考えられない穏やかな対応を取る子もいた。これはすごい。食で子供たちは変わる。そう確信した。2016年、出雲大社の前に土間や囲炉裏のある天然素材の施設を新築し、古民家夢の森子供園を開園。かまどでご飯を炊き、薪割り、蜜蜂の飼育、無農薬の野菜作り、動物のお世話など、僕にもできるという自信がつくと、子供たちの表情は明るくなっていった。しかし、世間から見れば、医者に異論を唱え、食で改善させようとしている危険な事業所、責任が取れないと辞めていくスタッフもいた。人手のいる採算の取れない経営、心配する夫と喧嘩の毎日、理解してもらえないことが辛かった。でも、あの子たちを苦しみから救いたい。家族にもこれ以上心配はかけられない。私は家を出た。向精神薬の弾薬は担当医の許可をもらい、長期休暇を利用して行った。薬が切れると現れる離脱症状との体当たりの向き合い。衝動的に外に飛び出そうとする子、暴言を吐き、物を壊して暴れる子、生きるためのリストカットをする子。どの子も我が子のように抱きしめ必死で受け止めた。その思いは徐々に子供たちへ伝わっていった。食を見直し、みるみる改善していく子供たち。家族にも笑顔が増えた。この嬉しい実例を広く伝えたい。そこで全国の保育園給食をミネラル豊富な給食にする活動、フーズフォーチルドレン実行委員会を国光美香さんと立ち上げ、各地を回った。2019年キックオフとなる FFC フォーラムを東京で開催。全国から450人が参加。わずか1年後、47都道府県に支部ができ、著名人の方々も次々応援してくれた。夢の森子ども園の改善事例は書籍となった。全国には同じような活動をしている人たちがたくさんいる。保育園と地元農家さんの連携で、オーガニック給食が実現している地域もある。この取り組みが全国に広まれば、自然栽培の農家が増え、バランスの取れた豊かなミネラルが土壌に戻り、蜜蜂や森、川、海が蘇る。苦しむ子供たちが減る。それは地球が浄化され、再生するのと同じこと。微生物が人の心と体を整え、笑顔にする。8世代先の子供たちと地球のために、今私たちができること、それは食の大切さを保育、教育で取り戻すこと。活動が大きく広がる一方で、経営は厳しくなった。利益を生む方法も思いつかず、負債はあっという間に7000万を超えていった。眠れない日々、ストレスによる血尿、気力も限界。このままでは子供たちとスタッフの行き場をなくしてしまう。もうダメかもしれない。事業を畳もうと相談した方が、夢を諦めないでください、と100万円を寄付してくれた。他にもブランド物を売ったり、遺産の一部を寄付してくれた方、ボランティアサポートを志願する方も出てきてくださり、信じられなかった。みんなが応援してくれる。子供たちを支えたいと頑張ってきたつもりが、いつの間にか多くの人に支えられていた。涙が止まらなかった。給食を無農薬に変えることも、向精神薬をやめることも、決して簡単なことではありません。しかし、発達障害に苦しむ子供たちが学校で楽しめるようになったり、社会に出て元気に働けるようになったり、社会経済も自然な農業で農福連携すれば、福祉と医療に使われている多額の税金も軽減できるはず。今一番必要なのは、私たち大人が知って変わること。夢の森のような場所が新しい時代の学校のモデルとなり、全国に広がってほしい。
私たち一人一人が愛と勇気で行動すれば、全国の子どもたちを幸せにできます。どうぞこの壮大なプロジェクトを応援してください。そして各地で活動している人たちを支援してください。現在夢の森は1円を福祉施設、もう1円はボランティアのフリースクールにしています。愛ある企業や人たちの寄付で支えられるフリースクールのモデル化を実践しています。詳しくは下記のフォームよりご覧ください。最後までご視聴くださりありがとうございました。